制か。ナーブ、目的地をあの施設に。ラジャー。ファイヤーオフィサーはいつでも攻撃できるようにしておけ。了解です。パイロット、位置についたらターゲットの周りを旋回だ。イエスト。カム、将軍につなげ。ラジャー、退避を。シェパード将軍です。ゴールドイーグル指揮官、こちらシャドウ1、応答を。聞こえるぞ、シャドウ1。どうぞ。我々の航空支援により全員脱出しました。それがお前の仕事だ。他に収穫は。ハッサンを見つけました。現在ターゲットに接近中。縛り上げて尋問してやりますよ。その意気だ。ハッサンを無事捉えたら報告するように。ラジャー、アウト。シャドウ全体よく聞け。地上にいる部隊、メキシコ特殊作戦軍とワン・フォー・ワンはお前たちの同志だ。仲間として扱え。じゃあ任務開始だ。了解。よし、ガースト、こちらシャドウ1。建物の上空を旋回して待機中だ。シャドウ1へ。ブラボー07だ。赤外線レーダーで位置を示す。オーバー。ラジャー07。どうやってハッサンを探す？武装した護衛が一緒にいる。カルテルの保護下にあるんだ。せめて場所が分かれば。グレイブスは航空支援で援護。俺たちは家屋を掃討する。了解。注意マークしろ。シャドウ1、こっちは屋敷の東にいる。位置をマークする。了解した。ゼロセブン、マークを確認した。シャドウ1へ通知する。ハッサンは武装兵と移動している。外部を見張ってくれ。俺たちは屋内を掃討する。了解か。ゼロセブン、武装兵だな。了解。そちらのために安全を確保する。待機しろ。了解した。旧社の南に不審者2人。武器はなし。ハッサンじゃない。民間人がいるぞ。撃つな。トラックが動き出した。了解。追跡する。トラックは未舗装路を南西に向かった。前方に不審者だ。あれも農夫のようだな。武装してるか。いや、武装兵じゃないな。了解。捜査を続けろ。今トラックが停車した。シャドウ1、北西の温室にターゲットあり。レーザーを当てる。 TB、 あの集団にズームしろ。ハッサンを特定するんだ。ゼロセブン、ターゲットの姿はない。どうする？軍の車両隊が近づいてる。突入すれば奴はビビって動けなくなるはずだ。グレイブス、外の兵士を攻撃しろ。その後俺たちが突入する。ゼロセブン、了解。頭を低くしておけ。シャドウを確認。武装した者だけを攻撃しろ。建物は撃つなよ。了解。武装した者だけを狙う。25ミリを使用し、巻き添えを避けろ。演奏を始めよう。シャドウ確認、攻撃しろ。他に人の気配はあるか？いや、誰もいない。ゼロセブン、ターゲットは全て倒した。オーバー。シャドウ1、了解だ。まず急所を掃討するぞ。レーザーを当てる。ターゲットが見えた。ゼロセブン、確認した。前進しろ。シャドウ1、これより突入する。ターゲットが逃げ出したら知らせろ。了解した。ソープ、右側に位置しろ。オッケー。攻撃するな。エネミーダウン。グレイブス、ハッサンはいない。ここは外れだ。
南から複数の車が接近。敵が急所に向かう。ゴースト、了解した。すぐにそこを出る。直ちに台路へ移動する。フレームズ、クリアだ。建物ごと吹き飛ばしてやれ。ゼロセブン、了解。レンジャークロース、TV、攻撃を許可する。40ミリだ。直ちにしてやれ。TV、旧車を攻撃しろ。TV、旧車を撃て。破壊しろ。シャドウ1、グッドショット。西から温室に向かってる。温室に一人いるぞ。そういえ、温室に武装した者がいる。コンタクト、撃つな。ハッサンがいるかもしれない。ティビ、温室の中は見えるか。建物を撃つな。了解、待機しろ。ティビ、サーマルから切り替えて温室でハッサンを探せ。建物を攻撃するな。いいぞ。武装した者がいる。コンタクト、撃つな。ハッサンがいるかもしれない。ティビ、温室の中は見えるか。建物を撃つな。武装した者がいる。コンタクト、撃つな。ハッサンがいるかもしれない。ティビ、温室の中は見えるか。了解、待機しろ。攻撃する。25ミリだ。建物を撃つな。ティビ、サーマルから切り替えて温室でハッサンを探せ。くれるよな。開けてやるさ。待機しろ。どうか。ターゲットに効果あり。ゴースト、道が開いたぞ。進め。了解、移動する。中庭に敵がいる。味方を援護しろ。
ている者はいない。了解。こっちは入り口に向かってる。ラジャー、確認した。通知する。車両隊が3キロにまで迫ったぞ。急いでくれ。了解だ。アレハンドロ、脱出用の車両は。あと5分ですく。ギリギリだな。さっさとやろうぜ。突入する。シャドウ1、ハッサンを確認したぞ。ヤツは2階に上がった。クレイブス、ヤツが2階から出たぞ。北西側だ。中庭にあなたがいる。排除しろ。発砲する。建物を攻撃するな。屋内に逃げろ。ターゲットは屋内に移動した。南西の家屋2階だ。地上部隊が対処する。準備してやれ。やろう。来てるんだ。お前ら何者だ。メキシコの特殊部隊だ。一緒に来てもらおうか。シャドウマン、ブラボーゼロセブンだ。成功だ。繰り返す。成功した。ターゲットを確保。ゼロセブン、了解した。脱出の状況はどうだ。こちらビクターワンワン。脱出まであと2分かかる。了解。全要員へ通知する。車両隊が近づいてきたぞ。了解。シャドウは、よく見つけてくれた。アレハンドロ、どうする。ヤクラはカルテルと組んでる。攻撃して構わん。シャドウ、聞こえたか。了解。シャドウを各員へ。メキシコ軍は今は敵だと想定しろ。ヒビー、シャドウへの攻撃を強化する。攻撃準備よし。勢力がいるぞ。こっちには航空支援があるんだ。揃ったぞ。出せ。シャドウ1、今と確保。帰還する。お前ら、計画通り任務に成功したぞ。最高の気分だぜ。カム、将軍を。了解。グレイブス、指揮官だ。結果を言え。捉えました。現在は基地まで護送しています。急いでくれ。長くは拘束できん。ラジャー、クルーへ。北から町に接近する。安全装置解除。通知する。味方の車両が停止した。非常チームへ。なんで急に止まった。シャドウ1、この先のガソリンスタンドに何かいる。おそらくカルテルだ。これよりマークする。了解。偵察するから移動の準備をしておけ。 TB、 ガソリンスタンドをスクリーンに映せ。了解。ナブ、ガソリンスタンドにオーバーレイ ID を。了解。オーバーレイ ID セット。エリア内に不審者が複数。武器を持ってる者を探せ。カルテルの連中をな。武器は見えない。ガソリンスタンドの南に複数の不審者あり。それじゃ、ショーを始めよう。地上チーム、このエリアに脅威はない。前進可能だ。シャドウ1、了解。移動する。ロドルフォ、出発だ。シャドウ各員、移動する地上チームを援護しろ。ああ、誰かが道路を横断している。奴は何をしてる。シャドウ1、問題が発生した。道を開けろ。奴を避けて。車両だ。友軍の車両がやられた。交差点で走行不能。脱出だ。脱出しろ。交差点に武装した人員がいる。待ち伏せされたんだ。TB、 攻撃開始。仲間を守れ。
ちょうど今、味方が移動を始めたようだ。身を隠せ。移動チームへ近接攻撃を行う。可能な状況を報告しろ。シャドウは終わったぞ。死傷者なし。発射は停止。ゼロセブン、了解だ。マルカ、作戦は。シャドウワン、後ろの建物に立てこもる。オーバー。了解した。移動する。味方がレストランに入っていく。ナブ、あの建物にマーカーをセットしろ。クリア。撃つな。民間人が戦域から離れようとしている。賢明な判断だな。味方を視認した。レストランの屋上だ。ヘリを呼んでくれ。了解です。ヘリへ。こちらジュピター21、至急回収を頼む。現在地は俺めだ。レストランからビルの屋上だ。東を見ろ。他に何がいる。シャドウは東から RPG を撃たれてる。位置を示す。 RPG、 RPG を持ったやつを倒した。了解。攻撃する。 RPG を捉えた。RPG ダウン。ロケットだ。境界にカルテルがいる。了解。境界だな。 AB、 カルテルと交戦しろ。だが市民がいるから境界は撃つなよ。ハチェット31が向かってる。5分後だ。総員へ回収ヘリが到着するぞ。あと5分だ。命中。車両が侵入してきた。何世だ。ブラボーセブンワン、そいつを黙らせるためなら何をやってもいいぞ。来るぞ。迫撃艦チームを倒した。南西に敵の人員あり。全て攻撃して構わん。直撃だ。地対空チームだ。サッカー場の地対空敵軍の兵士が北東を移動中。よっしゃ。
サッカー場を通り抜けてくる。俺たちが一日で汚職を一掃してやる。マガジンはあと3個。俺は2個だ。花切れが近い。マイクを用意しろ。準備してる。ロックされたぞ。投稿者が北を走る。橋の近くに地対空チームを発見。北側だ。了解した。くそ、玉切れだ。ほら、最後のマガジンだ。ミサイルにロックされた。その調子だ。ブレイブス、出口が敵の装甲車に塞がれている。至急航空支援を要請する。ビビ、全ての車両と交戦しろ。あいつら、いつになったら発散は取り戻せないって気づくんだ。下を見ろ。装甲車が橋を渡ってる。敵にロックされている。ガラス装甲車が橋を渡る。シャドウ1、シャドウ1、ガジェット3、1だ。到着した。問題なし。よし、中継開始だ。アラビア語は？知らん。ペルシャ語は？知るか。だろうな。俺がお前らに分かる言葉で話してやろう、この無学な野良犬どもめ。いきなりその態度はないだろう、ハッサン。俺はクドス部隊の将校だ。お前はテロ組織の司令官だろう。お前も同じだろう。標的は何だ、少佐。俺たちの国にミサイルを撃った狙いは？おそらくお前のケツだろう。横兵で口汚い。祖国が攻撃されれば敬意を学ぶだろう。お前はカルテルと手を組んだんだ。このまま消えてもお前を気にかける奴なんか一人もいやしない。俺を拷問にでもかけるつもりか。どこからミサイルを手に入れたんだ。そんなことはどうでもいい。ミサイルの標的を聞け。
周りをよく見ろ、ハッサン。獣の餌にしてもいいんだぞ。嫌なら話せ。俺は人質で、これは違法だ。お前は戦時捕虜だ。イランはメキシコと戦争してない。俺は無実だろ。法を破ったのはお前たちとその司令官。お前とコーブラに将軍はあらゆる方法を。その名を口にするな。将軍を処刑した罪は重いぞ。救える者は神しかいない。そのクソ野郎を永久に拘束するか、今すぐその場で始末してしまえ。将軍、彼の殺害は戦争につながるし、拘束も違法。今は打つ手がありません。ラズベル、ならば拘束の理由をすらせ。わかりました、待機を。指揮官、手を下しましょう。私だってそうしたいところだ。だがラズベルが正しい。証拠がないなら解放して、その後を追え。まさか本気で言ってるのか。そうするほかないんだ。奴の携帯は調べたか。ええ、ヒットした。よし、では奴を連れ戻して解放しろ。おい、行くぞ。